はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。昨日の夜撮るって言って撮らなかったですね。最近11時ぐらいになるとピャッとすぐ眠くなるっていう生活でございまして、で、逆に朝6時半ぐらいになると必ず目が覚めるっていう、人としては非常に健全な生活ができてるんですけど、余裕がある間はどうしても仕事のための勉強とか準備のところに椅子を割かなきゃと思って YouTube をおろそかにしすぎて、申し訳ないです。で、今回お話ししようと思っていることは、ちょっと教え子2人と、雑談をね、日々してたりするんですけど、何人も教え子たくさんいて別々にね、いろんな雑談をしたりするんですけど、その中の一つから資金調達、要は起業するっていう、よくね、学生でも起業したいって言って起業することが目的になってたら意味ないでしょうとか、そういう話はあったりするわけですよね。でもその身近な学生もいれば、あるいはその20代30代の人もいれば、別に年齢関係ないですけど、あるいはそういう世界は興味ないからっていう人もたくさんいればっていう話なんですけど、その主に日米の違いで僕が日頃から言っている文脈も含めてちょっとお伝えしたいなというふうに思ってるんですね。で、一つの記事を引き合いに出してちょっと話したんですけど、超音速機、今アメリカで流行ってるらしいんですけど、言われてみればそうかなっていう、バージンギャラクティックなんかはね、有人飛行のビジネスをやってますから、近いっちゃ近いですけどね、それにの記事を見てそういう話が出たっていうお話をしたいと思います。で、自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。で、結論から言うと、どの企業っていうのはちょっと名前覚えてないんですけど、さーっと見ただけなので、あるアメリカの企業がベンチャーがシリーズ A で、$16 million かな、だ1600万ドル、日本円にすると7億円ぐらいをシリーズ A で調達したと。で、いきなりちょっと専門用語っぽい言葉が出てきまして、シリーズ A って何っていう話なんですけども、ベンチャー企業を立ち上げる、その起業するっていうことをまずしますよね。その時に、もちろん手元資金、どうなんですかね、アメリカでも別に数百万とか数千万ぐらいから始める企業ばっかりなんじゃないですかね。で、円ってことですね。で、アメリカドルだとワンミルとか、ワンミルじゃないな、大体100万円ですから、300万円としても300K ぐらい、30K か、30K ドルぐらい、3万ドルぐらいから始める人なんかも、多いんじゃないですかね、1人2人から始めるでしょうから。で、その直後にシードっていうのをまず投資を受けるんですよ。で、これ種って、文字通り種って意味なんですけど、要はなんか起業しますっていうことを宣言した時に、じゃあちょっとだけだけど投資してあげるよっていう投資家が出てきて、これが大体アメリカでも500万とか1000万とかのレベルなのかな、普通は。で、その次に来るのはシリーズ A で、これは何かっていうと、シードシリーズ A、起業しますよね。で、シードが来てシリーズ A が来て B シードが売ったりするんですけど、大体ですよ。で、シリーズ A ってどういうものかっていうと、その事業として成立しそうだなとか、あるいは利益が出る見通しが出てきたなっていう段階で、必ずしも出てる必要はないんですけど、を投下される額なんですよ。それがボンと16億とか7億円ぐらいの規模で、その超音速機をの開発を手掛けるベンチャーが調達したっていう話なんですよね。で、もちろんその超音速機ですから、物がね、でかいから、そのいくらなんでもその16、7億円でプロトタイプを作って無理だと思うんですよ。ああいう旅客機の類なんかも、一機数百億とか、そういう数百億円っていう世界ですから、16億、17億程度ではどうにもならないと。ただ、その、重要な部品の開発とか、
あるいは設計を引くっていうところに関して、まあ、投下するっていうことなのかなというふうに、まあ、ちゃんと見てないんですけどね、僕も申し訳ないんですけど、そういう仕事を進めるっていう意味では、まあ、あるいはその超音速機の開発に関心を持っている航空会社なんかもあるでしょうね。でそういうところから間接的に受注を受けたとか、プロジェクトをとして提携したとか、そういう見通しが出た時点でやっぱり仕事は発生すると思うんですよ。でまあその時点で16億17億っていうお金を調達したっていうのが円っていうのが、今回の記事だったんですね、僕が見た。でこれがね、日本だとじゃあシリーズ A ってどのぐらいの額になっちゃうかっていうと、もう平気で5000万円がとか、もうなんだろうな、まあ3000万円ぐらいしか来ないとか、多くて5000万とか、そんなんザラなんですよ。だから要は僕が言ってることはこういうことで、もうこの時点で負けてるんですよね。で5000万円、まあ3000万円かで、3000万円なんてアメリカだとですね、いわゆるシニアのソフトウェアエンジニア1年分の給料ですよ。要は何にもできないですよ、そんな額はした金もらっても。いや、むしろいらないですっていう、そういう感じなんですよね。でそれで、いや軌道乗ってきたから、まあ、頑張りなさいな、いや頑張りようがないですけどって、こういうふうになっちゃうわけですよ。だから僕は日本の企業に関わるなってことを言ってるわけなんですよね。でこれがアメリカだとじゃあ16億円7億円、まあ、そうするとエンジニアだったら普通にじゃあ1人多めに見積もっても最初の方のメンバーだから優秀だとしても、じゃあ年5000万払うとしましょうよ。そうした時に例えば5億円ぐらい用意すれば10人雇いますよね。10人のエンジニアいたらできること結構ありますよ。でそれで数年ぐらい回していくっていう、まあほとんどは人件費になると思うんですけど、まあその10人か5人かとかそういう話はとりあえずさておいてですね、まあ数年ぐらい全然事業持ちますよね、ガンガン攻めに行っても、こういうことがやっぱりできるっていうのが、まあこの数字でも分かるわけですよね。でまあ教え子と話したのは、もうこのシリーズへの調達額だけ見ても、まあ、もちろん結果としてね、プランとか事業今手元でやってることは素晴らしいから降ってくるわけですけど、それにしてももうこの16億円17億円の調達をシリーズ A でできるって時点で、もうこれはアメリカで事業立ち上げる価値あるよねっていう、そういう話をね共有してたわけなんですよ。で直前の映像で僕は H1B か L1 を取りたい、まあその今回すでに関わらせていただくことが確定したデータサイエンティストとして、そこの企業では多分その条件発生しないんですけど、サブであわよくば条件発生するような企業に関わろうかなと、セカンドジョブとしてっていうことを考えているってことをお話ししたわけなんですけども、もうその辺なんですよね。で結局企業なり優れたビジネスを立ち上げるなり成長させるために必要なことってたくさんあって、それはまあもちろんね、学歴とか知能の高さ、そのスキルの高さっていうのは、まあどっちかというとやっぱり知的水準、知性の高さって言った方がいいと思うんですよ。バランスが取れていて、必ずしも IQ が高いっていうことではなくて、なんか数学にもろに影響する動作性 IQ150、160 ありますみたいな人が絶対いなきゃいけないとかは僕はないと思っていて、まあ130ぐらいでもバランスの取れた、まあ要は頭の中にあることですから、何かが特化して優れてるとか、何かは必ず欠陥があるんですよ。そんな万能な人間いませんから、だからバランスが僕は大事だと思っていて、そういう意味では知的水準っていうのは、まああわよくはウェクスラーで130ぐらいとかやるといいのかなというふうには思ったりしますけど、それだけじゃダメで、やっぱりお金をちゃんと調達して長い目で見守ってくれる投資家がいる環境っていうのもあれば、そもそもじゃあ日本人だったらアメリカに渡る上で、まあ、ビザ必要ですよね。であるいは腰を下ろして、まあ長い目で事業しようと思ったら、当然ながらグリーンカード必要なわけで、まあっていう話になってくるわけですよね。いろんな要素がやっぱり必要になってくる。で、まあ、僕が最後の年に海外進学の子たちを見て終わりにしたっていうのは、
まあ今の話からも分かると思いますよね。もうそもそもあっち行っちゃえば学生のそのビザから就労ビザを取るのはもう容易なことで、そこからグリーンカードを発生するのはもうすごい容易なことでっていう、こういうね、もうコンボが決められるわけですよ、簡単に。というところも含めて、まあいいよねっていう話をね、してたわけなんです。でもちろん、じゃあアメリカで、まあ、事業を成長させて成功しました、じゃあね、うまくいきましたっていうふうになったときに、じゃあそれで終わりかっていうとそうじゃなくて、やっぱりその、これも話していることですが、アメリカで事業を拡大して、今度日本に逆輸入して、日本でブランチを作って、そこで、アメリカでドライブかかって勢いづいた事業を日本でも展開するみたいなのが、まあ現状では日本をまあなんていうのかな、立ち直らせるというか、そういうことを多少なりと望むんであれば、そういうやり方しか今ないよねっていう、そういう話もしてたりするんですよね。まあ悩ましいですよね。もう 国がもうなんていうのかな、政治家の類の話はやめときますけども、雑魚なんで、まあ、若い世代なり、まあ、僕も年老いてるつもりないっていうことを再三申し上げてるんですけど、まあ、頭なり判断能力なり、まあ、底力がそれなりに維持できている人間であれば、まあ、そういう絵を描くしかないのかな現時点ではっていうような話をしていますね。まあそんなところで、なんか近所のおばちゃんかなんか喋ってますけど、はい、まあそんな話を今日はしたいというふうに思いました。まあこんなところでしょうか。では最後になりますが、チャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。